国鉄滝18,600系貨車とは1970年から製作された日本国有鉄道に車席を有した液化アンモニア専用の25トン席私有貨車である。従前より液化アンモニア専用車として製作されてきた多差4100系、滝4100系の後継形式として特に走行性能の改善に留意して開発された車両である。 1970年から1982年の13年間に128両が製作された。1987年の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道が車席を承継し、各地で使用された。TR211 系大車積みにも比重が小さい、ため、25トンの荷重でありながら事業席は46.8リットルメートル。 車両全長は17.7メートルに達する。高圧で充填された液化ガスを輸送するため、タンク体は圧力容器として頑丈に作られ、保冷のためタンク外部に断熱材を充填し、遮熱用の外反を設ける。このため自長は一般のタンク車より増大し、25.8トンに達する。外部塗色は、 高圧ガス保安法の区別規定に基づき、タンク帯を白色に塗装する。積み下ろしは、タンク帯上にあるマンホールから行う。台車は、高圧ガスタンク車の走行性能改善に留意して、開発された TR207 バイト型を用いた。製作が進むにつれ、軸受けを密封コロ軸受けに変更した TR211 バイト型。 オイルダンパの設置方向を改善して走行安定性を向上した TR216 バイト型に改良されている。ブレーキ装置は国鉄貨車が汎用的に装備する自動空気ブレーキで自重が大きいため席空切り替え機構は装備しない。留置ブレーキは初期車では足踏み式のブレーキテコを大枠側面に設け、後期車では 大枠端部のデッキ状に回転ハンドル式の手ブレーキを設ける。全長17メートルを超える大型車であり、車体側面の形式記号は小文字で、補助符号を、オフし、オタキと表記される。このほか積み荷の性質を示す、化成品分類番号が併記され、本形式は、6年26.3の表記が付される。本形式は、川崎重工業。 日本車両製造、富士重工業の3社で製作されている。多機3万5000型や多機5450型で取り入れられた標準設計方式を採用し、メーカー間で基本仕様を統一したため、使用の際はタンク体外部のジャケット形状などわずかな箇所に止まる。車両番号ごとの製作者、所有者の一覧を以下に示す。 蒸気表のうち12両は後年、日本陸運産業に名義変更されたが、うち3両はさらに数年後に、元の所有者に名義変更された。後年、日本車両製造製の一部は、タンク周囲の断熱材の劣化に伴い外販が更新され、富士重工業製車両に近い外観となった。JR 以降では115両が、車席を承継された。 貨物列車の2種別集約が進み、専用貨物列車としての運用が大半であり、車両数が1から3両程度の場合は、他の貨車と連結されていることもあるが、貨製品専用タンク車という特性から、機関車の字、または、車列の末尾に連結される。日本陸運産業所有車両では2005年以降、荷主である昭和電工の商標、 エッコンマークのステッカーが重複されていた。1987年4月の国鉄分割民営化時には115両が JR 貨物に継承されたが、1995年度から淘汰が始まり、1995年度末時点では74両が現存していたが、以後も輸送体系の変化、初期車両の老朽化などで淘汰が進み、2009年度に 形式消滅した。ありがとうございます。